こんにちは塾の久保です今回ですね、っか塾の熟成さんで、岡山の西アークラソンにお住まいの山根さんをちょっと紹介したいと思います。まあ、久しぶりにこうやって山根さんの紹介動画撮るんですけども、いつの間にかね、チャンネル登録者数が2850人になってますね、おめでとうございます。 1000人突破した時に、ものすごくね、私も嬉しくって、あの、対談動画などをやらせてもらったんですけども、それからしばらくして1500人。つまり、西アークラソンの人口に匹敵するファンを獲得したのが山根さんですけども、現在は、山根さんのお住まいの西アークラソンのね、 倍の人口があこのチャンネル登録者数に出ているということで大きな村の村長さんと言ってもいいぐらいの魅力がある山根淳二さんになってます。で最近で、ね、さらにね動画がものすごく再生されるようになってきてそれがねあの介護の動画あのお父さんの介護を自宅でされてるんですけどもまあそれがね非常に胸を打つと言いますかあの頭身大のこの山根さんのね独特の語り口調が非常に私たちのお心にね残るわけなんですよ。 でそれがさらに多くの方に見ていただけているのかなと思います。本当にありがたいことだと思います。山根さんの動画もね、最初はあの FX やったりとかね、いろんな日々の動画とかロッキーのモノマネやったりとかあのあっち行ったりこっち行ったりだったんですよ。でもこうやって自分の本当に日々できることを発信して、そしてこうやってね何よりもお父さんの記録が残るっていうのもね、一つ私としてはあの YouTube の凄さありがたさだなと思いますし。 実際に多くの方が見に来てくださってて、まあ、いろんな励ましの声とかね、うん、癒されるとかねあのやっぱ山根さんの動画見たいっていう声もたくさんあると思うんですよでその中でお父さんがもうタレントさんというかね広告塔というかあの本当にこう俳優さんみたいにここで出ていてでしかも別に演じてるわけじゃなくて本当に普通の日々の姿そしてこれは、まあ、山根さんも私もそうなんですけども50代で、えー、生きていこうとするね 私たち世代が直面する日々の暮らしだと思うんですよ再生数ちょっと見てみましょうかまあ何千回も回ってるのも結構あるんですけどもこれ1.5万回とかね281万回っていうの脅威の再生数があります TikTok でも再生されてるみたいですねでショート動画なんでそんな長いものではないですけどもその下の方に行くとやっぱり20003000とかね再生数があこれ6000回もありますねこの辺はね量があったりとかもう安定して多くの方多くのこうファンの心を掴んでるということだと思います そのほ、ねえー、本当すごい再生数とあと山根さん自身がこれをね、まあ、楽しんでやってるという表現が適当じゃないかもしれませんけどもほ、まあ、本当に一体化してやってるのかなと思いますで、えー、とここもね4万回とか出てますよねだから満再生ってのが結構ねポツポツと現れ始めてでこれ再生数の話ばかりじゃないんですよやっぱり世の中に問題にすべきもの気づくべきこと たくさんの愛情とか家族ってものは何なのかとかね訴えかけるメッセージが非常に詰め込まれてるんだと思いますよね私も大好きで更新されるたびに見に行ってコメントしたりとかねいいねをしたりとかするわけなんですけどもねでも同じようにコメントをたくさんくださる方とかいいねをしてくださる方を見るとまるでね私は本当自分のことよりにしいですねうんでこうやって山根さんが何年も活動を続ける中まあ1年前の動画とか出てますよね今になると こうやって見るにあのやっぱり同時期とかもっと早く始めて辞めちゃった方っていのいるんですよだから自分がどんな動画を世の中に送り出していけばいいかそれが分かるまでは探していかなくちゃいけないんですよねでこれ見てください「噛みついてきそうな人」っていう感じで誰かの動画をこうね半分こっちに出してでそれに答えるみたいなことやったりとかねえー、なんかオウムのナウシカみたいなことやったりとか「うっちゃんなんちゃんがどう?」とかねいろいろとこう タグを意識しながらやってる部分もあると思いますし再生数を狙ってってとこもあったと思うんですけどもまあでもね最終的にはそういったものじゃなくて本当に自分が訴えかけたいメッセージがー人々の心をつかんだのかなと思いますあの特にねあの上級の SEO テクニックを使ってるわけでもなくてサムネイルもこうやってね本当手作りですよサムネイルも山根さんご自身がね分かりやすいように作ってこういうふうに。 やってるわけですよねで毎日毎日サムネイル意識するとやっぱ撮影にもこう、ね、変化が出てきますしどういう風に見せたらいいかなっていうことで、えーまあ、自撮りっていうのもね意識するようになると思うんですようすごいですよねでも本当に喜びもうひとしおですあこれはねマチコさんのバースデーソングをプレゼントしたとこですねでこれは松潤さんに送った曲ですかね 同じような YouTube 仲間に対してこういったメッセージも出しているってことで、えー、関わりも大切にしてるんだろうなってとこですね、うん、いやすごいですねやっぱりこういうの見てくるとたくさんの動画を作ってますけどもやっぱりたくさんの人の心に届いてますよ、うん、ないあやさちゃんとかねゆきさんって書いてますあといくこさんのねお子さんとかねこうちゃんって言うんですけども うんすごいですよねやっぱりいろんなことがあると思います挫折もあったりとか失敗もあったりとかね勇み足もあったと思うんですけども、うん、49歳でオーディション受けてるってのもあるんですよねはいあ私の方にもメッセージが入ってますねありがとうございますいく子さんとかあるでしょ、うん、あここにも私のありがとうございますそっかミュージックステーションこういうのもやりましたね懐かしいですね 松潤さん。あ、私のところにね。はい。例のワクチン。うん。なるほど。あ、これロッキー4。これ面白いですよ。うん。これが面白い。うん。私がね、こういうのをやってみたらって言ったら、西アカラソンって雪が結構降るんでね、作ってくれたんですよね。あとはお天気コーナーとかやってくださってます。本当にいろいろ挑戦してる中で、再生数ね、本当何十回みたいなものもあったりとかね。かと思ったら何百万回とかあったりとか。あ、うん、松潤さん。そうですね。あー、ガチンコ筋トレクラブで、ね。 マッチョクラブね懐かしいなはいはい2021年2022年ですよだからそんなにね、あのー、昔から5年も10年も前からやってるわけじゃなくてほんとここ3年ぐらいで、えー、しっかりと始めてここ1年ぐらいで大きな結果が出たってとこじゃないですかね短期間で成功すること誰も望むんですけども短期間でうまくいかないんだったら長期間でやっていくっていうそういうふうなあ力点の まあでも何よりもねそ山根さんの人生が YouTube に残るってことが最も私はすごいことだと思いますお父さんもそうですしね引き続きよろしくお願いします